ほーら焼き上がったよ。豚の帽子で特製ミートパイだ。いただきます。やっぱり酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよな、うち。それを先に言え、舐めてんのかこのガキ。おい、こいつ剣持ってるぞ。やれやれ、困ったお客さんだな。片付けろ。たく、たーりーな、俺に何の用だよ。ぶ、豚が喋ってる。いちいち驚くな、これだから田舎者は。ホーク、床掃除頼む。ち、めんどくせえ。残飯処理係も楽じゃねえぜ。たく、もうちょっとマシな残飯食わせろよな。豚の丸焼きならもうちっとマシに作れそうな気がするな。うまーい、ここの丼盤最高。七つの大罪。おう、若いマスターさんだともう知らねえか。手配書があるじゃねえか。あれだあれだ。10年前だっけ、王国全土から集められた聖騎士様が何十人も殺されたって大事件があってな。その犯人がこいつら七つの大罪よ。聖騎士長様に至ってはあまりにむごい殺され方で、見れた姿じゃなかったって言うじゃねえか。団長のメリオダスってのがまた恐ろしいやつだな。国一個滅ぼしたって話もあるくらいだ。一部じゃ全員死んだって噂もあるけど。でもこの手配書毎年更新されてるぜ。やっぱまだ死んでねえってことじゃねえのか。お前誰だ。この子が七つの大罪。店に入ってきていきなりぶっ倒れたんだ。お前
店？豚の帽子で、俺の店だ。あなたが、マスターさん？おかしいか？いえ、その、背中の剣が見えたものですから。ああ、これか。ビビった？スカだけでもちらつかせてりゃ、それなりに見えんだろ？これぞ、食い逃げへの抑止力ってやつだ。おめえの飯を食わされた挙句に金踏んだくられる客の方が気の毒だ。あ？シャベル豚さんだ！フォークだぜ、よろしくな。そうだ、腹減ってないか？よけりゃ食わしてやるよ。フォークちゃんを？フォークじゃねえ、フォーク！解放していただいた上に、食事まで。なんてお礼を言えばいいか。礼言う前に、まず食ってみな。はい、いただきます。どうだ？まずいだろ。はい。やっぱり。でも、すごく、美味しい。なあ、お前、あんな鎧姿で何してたんだ？探してるんです、七つの大罪を。なんでまた、生きてるか死んでるかもわかんねえような連中だぜ。大悪党だぜ。開けろ！村人からの通告があった。おい！出てこーい！呼んだか？なんだ貴様。俺はこの店のマスターだ。サビの騎士はどこにいる？そいつを出せ。出てこいよ。俺を呼んだか？このサビの騎士ホーク！この豚が七つの大罪ですか？なわけないだろ！なんと！俺は残飯処理騎士団団長なんだぜ！な騎士団があるか！この豚でよければ、煮るなり焼くなり好きにして。どっちも勘弁しろ！ガキ、騎士を愚弄するとはいい度胸だな。ハリオニさん、裏から女が逃げました！なに？急ぎツイーゴ様に伝えろ。おそらくその女がサビの騎士だ。おい、来るよ。七つの大罪の一人を追い込んだとあらば相当な手柄。そうなれば俺もいよいよ聖騎士見習いに。なんだ、どうした？豚が突進してきます。山猫のヒゲ騎士団、油断するな。覚悟しろ。はっ、油断するな。
の、二度も助けていただいて、なんとお礼を言えばいいか。で、お前はなんで七つの大罪を探してるんだ？聖騎士たちを止めるためです。聖騎士を止めるって何から？聖騎士っていや、このリオネスを守る騎士の中の騎士、英雄だろうが。でも、その彼らがこの国に戦をもたらそうとしていたら。先日、聖騎士たちの手により国王以下王族の者たちが次々と拘束されました。国王は病気で伏せってんじゃねえのか？それは聖騎士たちが流したデマです。彼らが何のために戦を始めるつもりなのか分かりません。ただ王国と周辺の町や村から人々を強制的に集めては、着々とその準備を進めています。じきにこの辺りにも影響が及んでくるでしょう。マジかよ、大変だな。で、のんきだな、おめえは相変わらず。でもさ、それと七つの大罪とどうつながんだ？唯一、聖騎士たちを止める希望があるとすれば、七つの大罪だけなんです。おっと、通告にあった人間かどうか確かめるのを忘れておった。決定、身元不明者2名死亡ってことでいいか？お前たち何を勝手に生きておる！わしの死亡決定を変更するでないわ！勝手に決定すんな！して、どちらが七つの大罪とおぼしき人物なんだ？どちらも手配書とは似とらんようじゃが。これはわしも運がいい。その耳飾りの紋章は王家のものだ。つまり御身は決定、エリザベス王女。エリザベス王女？エリザベス王女っつったら、この国の第三王女様じゃねえか！御身には王国から捜索指令が出ておりまして、生きたままトライオとのご命令ではありますが、事故死ならば致し方ないでしょうな。おお、決定、事故死。エリザベス、おい、どこ行くんだよ。逃げ切れません。お前、諦めるわけにはいかねえって言ってただろ。私がおとなしく投降すれば、あなたの命をむやみには奪わないはずです。ジン、どの道ありゃ俺たち両方殺す気だぞ。どうして？私、嬉しかったんです。たった一人で七つの大罪を探す旅に出て、旅なんてしたことなくて、すごく不安で、正体がバレないよう着慣れない鎧でクタクタになるまで歩いて、けど誰を頼ることもできなくて。なのに、あなたはどこの誰とも知れない私に優しくしてくれて、だから私は名も知らないあなたをこれ以上巻き込みたくないの。メリオダス、それが俺の名前だ。まさか。
確実にこやつを仕留めた。だが一撃をもらったのはこのわしじゃと。なんだそれは。羽織の剣。待て、貴様の顔には見覚えが。いや、だとしたらなぜ昔と姿が変わっていない。俺が誰だか分かったか。まさか本当に貴様は。この尋常ならざる力は、あの伝説の。うわあ！七つの大罪、憤怒の罪、ドラゴンシーン、メリオダス。これで一人目が見つかったわけだな、エリザベス。残りの六人のことなんだけどさ、俺も用があって最近あいつら探し始めたんだ。情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれたら客も情報ももっと集まるんだがな。え、一緒に行くだろ。ツイゴ様、しっかり。王国に増援要請を。これは一大事だぞ。ナイスタイミングだろ。さすがホークママ。呼びに行ったのは俺だ。さあ、行くぞ次の町へ。出発だ、ホークママ。お、豚の帽子だろ。今日は何の祭りだ。はあ、これが祭りに見えるか。聖騎士様が突き立てた剣を引き抜こうとしてんだよ。聖騎士が剣を。なんでまた。先日聖騎士様の怒りを買ってしもうてな。その方の魔力を帯びた剣が村の地下水全体を封じてしまったんじゃ。聖騎士様の剣を引き抜けるとしたら聖騎士様のお力しかない。村の者には言いにくいが、この村はもうおしまいじゃよ。ああ、みんなして何情けねえ声出してんだよ。俺の立ちの七つの大罪にかかりゃそんな楽勝だぜ。これミード、一体誰のせいでこんな目に遭ってると思ってるんだい。私は村の全員が最高の出来と自負しております。まずい、馬の小便よりはマシな程度だ。うちの村のエールをよくも聖騎士なんか知るもんか。げっ、聖騎士様の先に虫が。お許しくだされ。日没までに聖騎士様の剣を引き抜かねば、村人に課す取り立てを今までの10倍にする。むちゃくちゃだ。水が枯れたままじゃ10倍どころか1本分の酒も作れねえよ。これは罰だ。聖騎士様を侮辱しただけでなく、大罪に7つの大罪を友などとのたまったからだ。くそ、リードはバカなことさえしなければ。リード、またお前か。ガキじゃ面白くもなんともねえんだよ。取り立て20倍にするぞ。お前なんかに抜けるわけないだろう。いい加減にせい。村長、わしら酒造りの誇りを傷つけたら誰じゃ。リードか、違うぞ。
あの子の行為はいつだってわしらの気持ちの代弁だったのではないか。ねえ、俺も手伝う。俺もだ。ミド、一緒に抜いてやろうぜ。おい、おめえら俺たちの話聞いてたか。20倍だぞ、20倍。よし、行くぞ。おメディアンの俺たちは貴様らの安酒で飲み直しだ。よっ、バカだ。聖騎士さんにしか抜けない剣を、あんなガキが。ひょっとしたら本当に。おう、ひょっとしなくても俺はただの立派な酒場のマスターだ。そうじゃなくて。ミード、すまなかった。わしたちを許してはくれないか。行け。ミードごめんな。ミード、こっちこっち。はい。あふにゃ。姉ちゃん、うちの手伝いとかしたことねえだろ。ドキ。見ててわかんだよな。全然なってねえもん。こら、ミード。偉そうなこと言って。あんたはもっと反省しな。あんまり調子に乗ってたら、白夢の森に放り込んじゃうよ。やだ。白夢の森って？聖騎士も近寄らないおっくらい森なんだ。おばさん、いい子にするからそれだけは許してよ。本当かね、この子は。約束するって。おばさんの目ごまかそうったってちゃんと見てるからね。バーニャへの距離と方角を教えてくれ。正確にな。あ、はい。この砦より南東4時の方向、距離にして 7.3 マイル。この角度か。メリオダス様、すみません、まだ仕事の途中なのに。ミードちゃんたちを見てたら急に父のことを思い出してしまって。そうか、無事だといいけど。もうちょい左か。ダメですね、ホームシックに浸っている場合じゃないのに。聖騎士の横暴に苦しめられている人たちがまだたくさんいるのに、王女がこんなことじゃ先が思いやられますね。でも俺を見つけたろ。そんなに落ち込むな。お前がみんなを守りたいと思って俺の店にたどり着かなかったら何も始まらなかった。お前はお前のやるべきことをやった。それで十分だ。俺には俺のやるべきことがある。やはり生きていたか、七つの大罪。メリオダス。メリオダス様、本当にこの森に七つの大罪は隠れているのですか？多分。確たる証拠もなしに来たってのか！あのな、この森にはとんでもない怪物が出るって噂も。根拠なら一応ある。この白夢の森は見た通り馬での移動は困難だし、方向も見失いやすく、漁師や旅人も迂回する森だ。確かに
身を隠すにはもってこいですね。おい、ムタムタしてねえで行くぞ。はい。慌てるなよ。神経質な小豚は嫌われる。あ、誰が神経質な小豚だ。こら、これが、怖い。メリオダス、言っとくけど俺が本物だぜ。これが森の怪物？確かにとんでもねえな。見分けがつかん。だってさて、一体どれが本物だ？私です。信じてください。何でもしますから。よし、なら今から全員俺の言う通りに動くんだぞ。返事は？はい。それじゃ、右手をピンと上げて、左手は頬、恥じらいの顔で俺の名を呼ぶ。メリオダス様。ほう、爽快。真面目に攻めしろ。よし、じゃあ最後、思いっきりジャンプしろ。ジャンプ。ごめんなさい、無理です。すげえ。いたずら公認のハイドアンドシーク。森の怪物の正体はあいつらだったか。おうぞ。失うなよ。あいつらが逃げる先に何かいるはずだ。あれ、女の子。おいおい、まさかあいつらあの子を襲う気じゃないだろうな。あんな小さな子を襲うなんて。そうだぜ、あんな小さな小さな小さな。ディアンヌ様、聖騎士の侵入を許してしまいました。ディアンヌ様。うん、もしかして巨人族の聖騎士だと。Yeah!
オイラの力を見せてあげるよ。冷蔵シャスティボル第4形態サンフラワで、エリザベスは聖騎士どもの暴走を止めるために七つの大罪を探して旅をしているんだよ。そうだったんだ。僕ってばついうっかり早とちりしちゃってごめんなさい。とにかく俺はエリザベスと一緒に七つの大罪を集める。知りたいこともあるしな。うん、わかったよ。なら僕も行く。この嫉妬の罪サーペントシーンのディアンヌ、力を貸すよ。今のはおかしいよ。この森には動物はほとんどいないはずなのに。ポポ、雨雲の匂い。あ、見ろ、これは雷くん。なんだこれ。団長、体が痺れて動かねえ。お前はようやく会えたな、七つの大罪。最低の獣害。サンドワール。さあ。最低の残影。さらば。またな。団長がまたなって言ったんだ。話せ。ビリビリする男は女の子にモテないって僕が昔教えたろ。サンキューディアンヌ。僕がやる。俺だってあいつにケツ重いって。
されたんだぜ。ホークちゃん、後でお尻のお肉冷やしましょう。もう心配してくれるのはエリザベスちゃんだけだ。強欲の罪バーンは監獄にぶち込まれて、怠惰の罪キングは死んで墓の中か。お前どう思う？どれも僕団長以外の男に興味ないし。そんなことよりさ、僕ってばこの10年にこんないい女になってたんだ。その手配書想像だから。よし決めた。まずはバーンを拾いにバステ監獄に行くぞ。バステ監獄にした理由は？近いから。あいだな。私は反対です。今はメリオダス様の傷の手当てが優先ではないでしょうか。そんな体でまた聖騎士と戦うことになったら。エリザベス、心配すんな。なんともねえから。少し寝りゃすぐ治る。おやすみ。あいつのことだから添い寝でも要求するかと思ったぜ。メリオダス様、お着替え、お一人で大丈夫ですか？メリオダス様。巨人族だ！でっかい兄ちゃん！逃げろ！待って、お医者さんがどこにいるか知りたいだけだよ。団長、言わんこっちゃない。あの、お医者様は私とホークちゃんで探しますから。ディアンヌ様は？団長は僕が助けるんだ。でもお前じゃみんなびっくりして逃げちまうんだよ。あった、ここにいるから探してきてよ。はい。おとなしくしてろよ。団長、私の調合した特別製の薬だ。これでずっと楽になるよ。正直生きてるのが不思議なくらいだ。相当深い刀傷に雷に打たれたかのような火傷。ありがとうございます、ダナ先生。どうしてこんな子供が。私のせいですね。私が聖騎士を止めたいと言ったから、七つの大罪の所在を探り出すためにこんな無茶を。エリザベスちゃん、ごめんなさい。メリオダス様、早く良くなってくださいね。さて、どうしたもんかな。メリオダス様の目が覚めるのを待ちましょう。バステ監獄へは。それから、バステ監獄には僕一人で行く。目が覚めたらさ、団長はすぐバステ監獄に行くって言うと思う。怪我が治りきってないのにそんなことさせられない。残らず叩き潰す。おい、今の技俺にも教え。団長のことは頼んだよ。はい。
患者の容態はどうですか？おかげさまで、先生の調合してくださったお薬で、ぐっすりです。まるで死んだみてえに、ブゴ。ホークちゃん、怖いこと言わないで！そう、でしょうね。ダナ君、ご苦労様。守備よくやってくれたようだね。トリカブト、ベラドンナ、緑原生、ヒヨスの葉を配合した激毒を飲ませました。この少年は二度と目覚めることはありません。傷を癒すための薬ではなかったのですか？いくら我々といえど七つの大罪と正面からぶつかれば無事では済みませんからね。それに王国は目的を果たすためなら手段は問わぬと。誰なの？姿を現しなさい。お初にお目にかかります。我はミアードハングの一人、聖騎士ゴルギウス。聖騎士、こいつどっから？エリザベス王女、御身をお迎えに上がりました。やめて、メリオダス様に何をするの？なるほど、この件ですか。バカな、猛毒をあれほど飲ませたのに。死に損ないが、剣から手を離しなさい。この剣、死んでも離すわけにはいかねえ。それが俺にできる唯一の償いなんだ。メリオダス様。どんな大事を言おうと王女とこの剣はいただきますよ。逃げやがった。声を荒げるな。娘はお前の元へ返してやろう。ありがとうございます。あの世へ行く、お前の元へね。聖騎士が子供一人に毒殺を命じたなどと無駄な悪評を立てられるのは困るんだよね。ダナ先生、エリザベス、なやつはほとけって。ダナ先生、しっかり。ここは危険だ。あいつがまたいつどこから現れるかわからねえ。そーい、また消えた。これって瞬間移動ってやつだね。イヒヒヒヒ、利口な豚さんですね。そう、私の瞬間移動の前にはどんな力も役に立ちません。何してんだ？ん？あいつをここに入れないまじない。何がまじないだよ。んなもんできもしねえくせに。果たしてそうかな。でもいいのか、こんな狭いバラ屋の最上階って。逃げ場はねえぜ。せめて扉くらい閉めとけよ。瞬間移動に扉は関係ねえだろ。いきなり俺たちの真ん中に出てくるかもしんねえんだぜ。怖っ。残念、後ろですよ。残念、足元ですよ。ミシシ。やだった。あばらえだけに真下まで行ったな。さっきのまじないって。入り口の床に切り込みが。透明化だろ、お前の魔力。お前が姿を消してから次の場所に現れるまでの間が、なんか気になってたんだよな。瞬間移動で匂いの筋ができるのも変だし、つまりお前は俺たちと同じく歩いて移動してたわけだ。ってことは当然一つしかない扉から部屋に入ってくる。ついでにここなら俺もエリザベスに気を使う必要がない。馬が向かう先はバステ監獄だな。よっしゃ、行こうぜ。先生、ダナ先生、しっかりしてください。どうしてこんな。なぜ君が泣くのだね。すま
娘を助けたいばかりに私はセネットをお前を守ってあげたかった。私のせいで。何言ってんだよ。先生を殺したのはゴルギウスだろ。私たちがこの町に来なければダナ先生は死ぬことも聖騎士にお嬢さんを人質に取られることもなかったんですよね。そもそも私が七つの大罪を探してメリオダス様と会わなければ、メリオダス様がギルサンダーとの戦いで大怪我を負うこともゴルギウスの策略で殺されそうになることもなかったんです。エリザベスちゃん、泣きたい気持ちぐらいはわかるさ。でもお前が王国と人々を聖騎士から守りてえって思いは涙一つや二つで折れちまう程度のもんなのか。俺はエリザベスと七つの大罪を探し聖騎士を食い止めると決めた。たとえお前が死んでも俺はお前との約束を果たす。人はいつか死ぬ。でもその思いを誰かが守り続ける限り思いは死なねえ。思いを守ると決めたらどれだけ血を流そうと涙の一滴まで枯らそうと貫き通す。それが騎士だ。もうそろそろバステ監獄に向かおうってとこかな。よくわかってんじゃねえか豚野郎。その呼び方やめろってんだこの豚野郎。敵じゃぞ。ディアンヌ、こんなところで何してんだ。団長、団長まだ寝てなきゃダメだよ。もう何やってんの。俺のことよか、お前こそ大丈夫か。大丈夫って僕が。てめえダルマリーで虫をぶっ潰した後バステ監獄に突進していったんじゃねえのか。あ、そうだっけ。ディアンヌ様、こりゃ厄介な相手がいるみてえだな。本当に大丈夫かディアンヌ。ちょっとぼんやりしてるだけ。もしも聖騎士ロイン、ビアードファングにして七つの大罪に滅びを与えるもの。聖騎士団長、王女さんを守った。団長、みんなどこに行ったの。もはや奴らはわしの支柱じゃ。リアンヌ、いきなりお前何の真似だ。団長を返せ。ディアンヌ様、メリオダス様はここです。何寝ぼけてんだよデカ女。言っとくけど聖騎士なんかに僕は負けない。あの目、完全に俺たちが見えてねえな。逃げるか、ひとまず。やっぱりそうなんのかよ。やっべえぞ通行人じゃ。おい、死にかくだけであんたらも逃げろ。どこに隠れた聖騎士。あんたみたいなチビは鎧ごとねじってちぎってすりつぶしてやる。お助け。メリオダス様、ディアンヌ様は一体どうしてしまったんでしょうか。どうかしちゃったのは確かだな。ちょっとこのチビ頼むわ。はい。あなたたちはこんなところで何を。僕たち羊飼いで牧場からの帰りなんだ。ねえ、僕たちどうなっちゃうの。心配しなくても大丈夫。あの人がきっと。お前は。わ
私は聖騎士ロイド、リアードファンにして七つの大罪に滅びを与える。おいデカブツ、お前か、ディアンヌに妙な技をかけたのは。っていうかディアンヌじゃん。ディアンヌを元に戻せ。まさかメリオダスまでディアンヌと同じように幻見ちまってるんじゃね。聖騎士だな。でかい割にすばしっこい聖騎士だ。おお、あいつら互いを聖騎士だと思い込んでるのか。そんな、二人ともやめて、もうやめて。あれ、王女さん何やってんの。そりゃこっちのセリフだ。あれ、団長も聖騎士は。あ、そういえば、おけお姉ちゃん大丈夫。あ、君まだここにいたの。またみんな消えた。聖騎士め、メリオダス様、ダメ。僕、離れて。またみんなを隠しただ。怖いよ、死にたくないよ。大丈夫、私がこの身に変えても守ってみせます。あ、あんたが。はい。なんて民思いよ、王子様。でもその言葉、どこまで本物かしら。まさか、こいつ聖騎士。ストームロンド、さあ、可愛いワニ一つの後ろを鋭い角の羽で肉を切り裂くのよ。死んでも私が一人ぼっちになったとしても王国と人々を聖騎士たちから守るって。お姉ちゃん、エリザベスちゃん、おい大丈夫か。ええ、あなたどこも怪我はない。ふむ、こんな子供すら身を挺して守るとは殊勝な心がけよ。だが実は残酷じゃ。子供が聖騎士に、今までの幻。まさか二人がおかしくなったのもあなたが。七つの大罪もわしの前では小っぱも同然で。二人を元に戻して。今頃七つの大罪も互いに殺し合って命の尽きるほどじゃ。二人を元に戻しなさい。やめて。ちょっとルイン、王女様は殺しちゃまずいんじゃない。そのくらい心得ておるわ。王女エリザベスよ、その勇気に免じて一つ教えてやろう。奴らにかけた催眠暗示の正体じゃ。それはこの石像の。あ、ない。この小娘、まさか花からそれを狙って。よくも、よくもやってくれたな。そっちこそ、よくもやってくれたな。術が解けたか。エリザベス、お前の覚悟。受け止めたぜ。無視か。先手必勝。ブレイヤー。
あんたは僕に用事があるだろう。ちょっと！すごい怪我だね。すぐ町まで連れて行かなきゃ。待ってください。私も連れて行ってください。何言ってんだよ、そんな傷で。残念だけど無理だよ。これから向かうのは敵が待ち構えてるバステ監獄だよ。そんな体で行っても何もできない。そうですよね。確かに私には力がありません。それでもメリオダス様と皆さんと共に歩んでいこうと決めたんです。約束を果たすために。泣かないんだね。僕のリュックの中に入れてあげる。でも揺れるよ。もしかしたら傷に触るかもしれない。それでもいい。ディアンヌ様。はい。おい、てめえバステの兵士だな。いや、俺はただ聖騎士様に脅されて監獄に捕まっている七つの大罪と医者の娘の居場所を知ってるな。待ってくれ。そんなこと話したら聖騎士様にどんな目に遭わされるか。聖騎士と僕らにこんな目に遭わされるのとどっちがマシ。なんだ、下が飛んできたぞ。それだとはつまらん。なあ、ドラゴン神のメリオダス。まさか七つの大罪の団長の。まさか拳一つでわしの鎧を打ち砕くとは。見事。とでも言うと思うかバカめ。溶かしてあげましょう。これがあなたの本気ですか？では私の番ですね。ゲームオーバーです。こんな鎧などは薄皮の一枚にすぎん。わしの真の鎧は離れに勝るこの肉体。さあどうする。しょうがねえ。お前は俺の大切なもんを傷つけた。それがお前の罪だぜ。聖騎士様、一撃で。本物だ。本物の七つの大罪だ。いや、本当にこの塔なのか。間違いないよ。僕を前にして嘘をつけるような兵士には見えなかったもん。そっか。
しかし物の見事にもぬけの殻だね。聖騎士吹っ飛ばしたのがよっぽど答えたんだろう。しょぼい連中だぜ。この子だ、医者の娘、間違いない。連れて行くぞ。リュックにもう一人入るか。うん、大丈夫。大丈夫か。うん、気絶してるだけ。ポン。あ、団長。再会早々何この雰囲気。なんかやばい予感が。正解。僕の後ろに隠れた方がいいよ。バーン！団長！なんだ、むちゃくちゃ仲いいじゃんかよ。団長！団長もほーら！どういうこと？叩いていいよ。あよ、すっかりなまってると思ったら元気そうだな。レディーゴー。なんだ、昔からあの二人ってこんな感じなんだ。どんな感じだよ。ほんと男と子供だよね。団長との戦績は720戦中俺の361勝だよな。お前寝ぼけてんな。俺が361勝だ。団長、僕になった顔も可愛い。そんなこと言ってるのか。中に入ったようです。いかがしますか、ゴルギウス。さすがと言っておきましょう。だがその強さはあなたたち自身が苦しみもだえる死を招いてしまった。それは呪言の玉。これは栄光封印術。タイラントドラゴン10体をもってしても破壊不能の強力な隔離魔法衝撃。七つの大罪はこの閉ざされた檻の中で朽ち果てるのみ。結界を。バカな。これが七つの大罪の力だというのか。一旦撤退します。え、ちょっと。焦れと、無事でよかった。お父さんこそ、私てっきり。生き返った。恥ずかしながら、医者の私にもなぜ生きてるのかさっぱりわからないんだ。こうして生きてるんだから、それでいいんじゃねえのか。じゃあ俺たちは行くぜ。話を聞きつけた聖騎士が、この町に乗り込んでこないとも限らないからな。メリオダス君、何か礼をさせてくれないか。せめてささやかな食事でも。それじゃお言葉に甘えるかな。毒入りは勘弁な。改めて紹介する。強欲の罪、フォックスシーンのバンだ。ま、よろしく頼むわ。そういやディアンヌも久しぶりだな。僕はもう100年君と会わなくてもよかったんだけど。エリザベスです。こんな格好で申し訳ありません。いえいえ、王女様。うちらは無礼講です。4人で仲良くしようぜ。5人だろ、5人。あ、ボケんなよ、団長。4人だろ。5人だろ。頭のネジ緩みすぎてんじゃねえのか。あ、誰だ。俺だ。豚が喋ってる。今さらそこでビビるか。嘘だろ。人の言葉喋る豚なんて全く無意味だろ。わかった。お前キングだろ。そっか、
呪いをかけられてついに豚になっちまったか。違うよ、言っとくが俺はただの豚じゃねえ。残飯処理騎士団団長ホーク様だ。すげえ、全然聞いたことねえ。父さん、空を。これはまるでブリタニアの古い歌の一節の一点を流星が十字に切り裂くとき、ブリタニアを次第の脅威が見舞う。それは古より定められし試練にして、光の導き手と黒き血脈の聖戦の始まりの兆しとならん。到着。へえ、ここが死者の都。こんな寂れた集落のどこが都なんだ。ここが一番死者の都に近いって噂なんだよ。まずはキングと死者の都に関する情報集めだ。それと当面の飯代を稼がねえとな。お前らも働くんだ。呼び込みは任せたぞ大看板娘。早速開店準備だ。うまい飯を頼んだぞ脱獄料理人。私にもお仕事させてください。もう怪我は何ともありませんし。無理だけはすんなよ。そうだバン、食料庫は店の裏にある。あれ、あいつ逃げたな。おい、ジョーちゃん、怪我ついたか。エレンから手を離せ。妹をどうする気だ。おいてめえ、兄貴なら妹に飯ちゃんと食わせてんのか。黙れ、妹から離れろ。うわあ！お兄ちゃん、この人は私を解放してくれたの。え、僕、ごめんなさい。僕はどう罪滅ぼしをしたら。罪滅ぼし？ガキが何言ってんだよ。本当の罪ってのは滅ぼすことなんてできねえのさ。よくわかってるじゃない。やあ、バン。刺してやるよ。行くぜ。
い団長、邪魔すんなよ。お前こそ仕事サボって何やってんの。何って、あの誰だかわからねえチビに喧嘩ふっかけられたんだよ。おーい、さっきから何騒いでんの。キング、あれのどこがキングなんだ。まあ若干痩せたか。若干じゃねえし、それ以前の問題だ。キング、僕たちキングを探してたんだ。また会えて嬉しいよ。ほらよ、食え。いただきます。おいしい。ギブアンドテイク。代わりに死者の都とやらの場所を教えろ。あんたたちも死者の都に行きたいの。も？さっきの子も何度か聞いてきたんだ。死者の都にどうしても行きたいんだって。キングも？うん、ずっと探してるみたい。そんな偏僻なところにあるのか？うん、すぐそばだよ。死者の都への入り口はこの集落にあるんだ。何にも変えがたい死者との思い出が都へと誘う。隣のおじいちゃんがよく言ってました。飯代には十分な情報だ。ほれ、まだ残ってんぞ。あ、発見。あれが聖女に守られしお宝、命の泉。その灰から溢れる水は飲んだ者に永遠の命を与えるか。だいぶ話に尾ひれがついたもんだな。宝を守る聖女なんてどこにもいねえじゃ。あ、ジョーちゃん、こんなところで迷子か。泉を守ってるの。あ、あなたのような族からね。いい加減にしろ。それはこっちが言いたいわ。大体なんで生きてるの。人間がこの高さから落ちて無事のはずがないのに。いや、うっかり枝に引っかかったり、たまたま木が密集してるところに落ちたり。まさかこの森が人間を助けるはず。知るかったやの。にしてもまさかジョーちゃんが秘宝を守る番人だったとはな。こっちもマジでやらせてもらうぜ。殺して奪う。人間は皆考えることが同じね。ダメー。俺の人生に乾杯。なんじゃこりゃ。あなたたち人間に別れとは言わないわ。でも命の泉がなくなればこの森は全て枯れ果ててしまうの。諦めてここから立ち去りなさい。あ、わかった。わかったってよくもそんな嘘を。いや、マジで。私が人の心を読めることも知らないで。しゃあね。ここの森のワイルドベリーで作ったエールが半端なくうまいんだよな。さすがにあれが飲めなくなるのは困るわ。この人。へえ、無駄しかよ。あなた一体何者？見りゃわかんだろ、族だよ。バンデットバンで通ってる。ジョーちゃんは？子供じゃないわ。エレインよ。あなたは何が目的で命の泉を求めるの。そうだな、ろくでもねえ人生も長く生きられりゃいつかはいいことあるかもなって、そんだけ。もし永遠の命を手にしても
いいことなんて何もなかったら。バン似合わない。なんだこりゃ。エリザベス、お花かわいいよ。わあ、この花は何でしょう。どうでもいいだろ、花なんて。食っちゃうところで腹の足しになるわけでも。ほら。またてめえか、キングモドキ。キングモドキ？いやいや、キングだよ。俺は忙しいんだよ。し、し。やだ。君って昔と何も変わってないよね。己の強欲のためなら、人がどうなろうと知ったことじゃない。てめえ、マジでキングなの？そう言ったろ。んじゃ、遠慮なくぶん投げる。よく君に小づかれたよね、昔はさ。その昔のお礼参りに俺たち、いや俺の前に現れたってか。オイラだってできるならこんな気持ちでバンと再会したくなかった。10年前、王国転覆疑惑で王と追われ、行く当てをなくしたオイラは故郷へ戻った。でも戻って目にしたのは、見る影もなく無残に焼き尽くされた故郷。七つの大罪で君と一緒にいた頃は特別気にしてなかった。なぜ人間の君が不死身なのかなんて。まさか聖女を殺して飲んだ泉の力だったとはね。てめえ、なぜあの女のことを知ってる。君が殺した聖女、エレインはオイラの妹だ。バーン！いないね。もう現実世界に帰ったんじゃねえの？誰？はじめまして、ドラゴンシーンのメリオダス、サーペントシーンのディアンヌ、聖騎士ギーラと申します。どうやって来たんだ？死んできました。今死んできたって言った？言ったな。つかこの姉ちゃんやっべえんじゃねえの。ああ本気でやばい。フォーク、エリザベスを連れてできるだけ遠くに逃げるんだ。勝手！乗れエリザベスちゃん。Yes!
の七つの大罪団長メリオダス、その実力は本物のようですね。これがあなたの魔力フルカウンター。自分に向けられたあらゆる攻撃的魔力を倍以上にして跳ね返す。こんやろ、知ってて魔力を最小限に抑えたのか。さあ二人とも、もっと頑張って私を満足させてください。なるほど、敵討ちに俺を殺したいってか。でも無駄だな、俺は不死身だ。霊装者スティフォル第三形態ポシライゼーション。この瞬間を待っていたよ。見てるかエレイン、聖王の森を燃やせるとすれば、それは煉獄の炎だけ。でも彼らは古の大戦で女神族に敗れ封印されたはず。命の泉は大丈夫、とっさに。よし、お前はそれを持ってさっさと逃げろ。あなたも一緒に。魔人はまだ私たちに気づいてないわ。だから今のうちに一発で仕留めんの。最後に懺悔の一言があるのなら聞いてあげるよ。それで君を許すつもりはないけどさ。何がおかしいんだ、虚勢を張るなよ。本当は悔しいんだろ。さよなら。いや、エレイン。エレイン、オイラだよ、わかるだろ。やっぱりまだ怒っているんだね。オイラが君を何もかも全部放って出ていったことを。この地、聖騎士か。待ってた。別に、一言言いに来ただけだっつうの。いつか必ず、お前を奪う。ありがとう。どうして。オイラにはわからない。なぜ、君から何もかも奪ったあの男を。バンを許せる。私は兄さんが国を捨ててから700年、一人孤独に耐えて過ごしたわ。でもそんな700年の寂しさを彼は7日で埋めてくれた。お願い、必ずバンを守って。エレイン、